九段。九段は、19世紀前半頃から、日本各地で知られる妖怪。九段、イコール神牛の文字通り、半人半牛の姿をした怪物として知られている。その姿は、古くは、牛の体と人間の顔の怪物であるとするが、第二次世界大戦頃から、人間の体と牛の頭部を持つとする説も現れた。幕末頃に最も広まった伝承では、 牛から生まれ、人間の言葉を話すとされている。生まれて数日で死ぬが、その間に、作物の放狂や流行病、干ばつ、戦争など重大なことに関して様々な予言をし、それは、間違いなく起こるとされている。また、普段の絵姿は、薬よけ小腹の五婦になるという。別の伝承では、必ず当たる予言をするが予言して、立ちどころに死ぬ、とする話もある。 また歴史に残る大教寺の前兆として生まれ、数々の予言をし、教寺が終われば死ぬ、とする説もある。江戸時代から昭和まで、西日本を中心に、日本各地で様々な目撃談がある。西日本各地に伝わる多くの伝承では、正門等の末尾に記される、九段のことし、除見という定形句、書留め、書留めは、九段の予言が外れないように、 嘘偽りがないという意味であると説明されるともあるが、これは民間語源の一種と考えられる。怪物、苦段の記述が見られるようになるのは江戸時代後期であるのに対して、助権という定型句はすでに平安時代の枕の創始にも使われている。ゆえに、苦段のことしと怪物、苦段を関連づけるのは後世の創作といえる。 この怪物の目撃例として、最古と思われるものは、文十年、千年、1827年の越中国、立山でのもの。ただし、この頃は、九段ではなく、九部と呼ばれていた。ここで山菜鳥を制御としているものが、山中で九部と名乗る人面の怪物に出会った。九部は、これから数年間疫薬病が流行し多くの犠牲者が出る。しかし、 自分の姿を描き写し絵図を見れば、そのものは難を逃れると予言した。これが評判になり、各地で田部の絵を役除けとして形態することが流行したという。江戸時代後期の随筆、道徳と説ではこれを、当時の流行の神社姫に似せて創作されたものと指摘している。九段としての最古の例は天保7年、1836年の日付のある河原版に報道されたもの。 これによれば、天保七年の十二月単語国、倉橋山で、人面弓の怪物、九段が現れたという。また、この河原版には、宝永二年十二月にも剣が現れ、その後豊作が続いた。この九段の絵を貼っておけば、家内繁盛し薬病から逃れ、一切の災いを逃れて、大法年となる。実にめでたい獣であるともある。また、ここには、九段は、 正直なきであるから、昭文の末尾にも、九段の如年と書くのだともあり、この説が、天保の頃すでに流布していたことを示す。ちなみに、この報道の頃には、天保の大飢饉が最大規模化しており、せめて方策への期待を持ちたいという意図があってのものと思われる。幕末に入ると、九段は突如出現するとする説に変わって、 人間の飼っている牛が産んだとする説が広まり始める。慶応三年、1867年四月の日付の、九段獣の写真と題した河原版によると、出雲の田舎源が生まれ、今年から大豊作になるが初秋頃より悪役が、流行る。と予言し、三日で死んだという。この河原版には、この河原版を買って家内に派手役よけにしてほしいとして、人面牛身の九段の絵へ描かれており、 普段の絵画資料として極めて貴重なものである。明治四十二年、1909年6月21日の名古屋新聞の記事によると、10年前に五島列島の農家で家畜の牛が人の顔を持つ子牛を産み、生後31日目に日本はロシアと戦争をすると予言をして神とある。この子牛は白製にされて長崎市のヤヒ博物館に陳列されたものの、 現在では、博物館はすでに閉館しており、白製の行方も判明していない。明治時代から昭和初期にかけては、九段の白製と称するものが、見せ物小屋などで公開された。小泉役もも、辞書、宝器から大き絵の中で、九段の見せ物をする、旅芸人についての風説を書き残している。それによると、明治十五年、1892年、見せ物をする、 旅芸人が、三穂の席行きの船に、九段の白星を持ち込んだ。しかしその浮上のために神罰が下り、その船は突風のため三穂の席に上陸できなくなったという。昭和に入ると、九段の絵にご利益があるという説は後退し、戦争や災害に関する予言をする面が特に強調された。九百三十年、昭和五年頃には、香川県で森の中にいる県が、 まもなく大きな戦争が勝利するが薬病が流行る。しかしこの話を聞いて3日以内に小豆飯を食べて手首に糸をくくると病気にならない。と予言したという噂が立った。1933年昭和8年にはこの噂が長野県で流行し、小学生が小豆飯を弁当に入れることから小学校を中心に伝播した。ただし内容は大きく変わっており。 予言したのは、蛇の頭をした、新生児で、諏訪大社の祭人とされた。第二次世界大戦中には、戦争や空襲などに関する予言をしたという噂が、多く流布した。昭和18年、1943年には、岩国市のある下谷屋に県が生まれ、来年4、5月頃には、戦争が終わると予言したという。また、昭和20年、 1945年春頃には、松山市などに、神戸に県が生まれ、自分の話を信じて3日以内に、小豆飯か、おはぎを食べたものは、空襲を免れる予言したという噂が流布していたという。第二次世界大戦末期から、戦後復興期にかけては、それまでの人面牛みの県に代わって、牛面人身では復興した女の噂も流れ始めた。以下、これを仮に、 牛女と呼称する。牛女の伝承は、ほぼ、西宮市、鉱山近辺に集中している。例えば空襲の焼け跡で、牛女が動物の死骸を貪さぼっていたとする噂があった。また、足足、西宮市間が空襲で壊滅した時、ある肉牛匠の家の焼け跡に、牛女がいた。おそらくその家の娘で生まれてから。 雑誌記録に閉じ込められていたのだろうという噂などが残されている。小説家小松左京はこれらの噂に取材して、小説九段の母を執筆したため、この牛女も九段の一種とする説もある。しかし、幕末期の剣伝賞と比較すると、といった対立点があり、あくまでも剣と牛女は区別すべきという主張もある。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。